次はこのベノムです。ベノムはこのように腰に巻いて使用します。熱と振動を組み合わせて体幹の緊張した筋肉をほぐしていきます。まず熱を加えることによって、緊張した筋肉を弛緩させることができる。してバイブレーションでよりほぐすことができます。特に、筋肉の収縮の少ない場所、特にこういった腰のあたりは、筋肉の伸び縮みが少ないところで常に緊張している場所ですので、こういった熱で、温めてあげて少し緩めてから、そしてバイブレーションでさらに、そこをほぐしていくということをしています。このように、筋肉を温めてバイブレーションすることで、より血行が良くなって、筋肉の老廃物、それから疲労物質なんかを除去するをしていく、それを流していくという効果があります。